の朝ごはん自家製プリン。今回は牛乳と生クリーム半々にしてみたのと、バニラビーンズとか砂糖を入れて牛乳生クリームを加熱して使ってみました。ちょっとね、表面には結構酢が入っちゃってるんですが、昨日は中は結構滑らかにできてたので期待しています。いただきます。こんにちは、ファイナンシャルプランナーのフローチャーヤです。昨日ですかね、ビザ、LINE ペイ、プリペイドカードがスタート、提供がスタートしたようです。で、ちょっと残念なのは、どうも今見てる限りだと還元がなさそうなので、まあ、ちょっとその使うシーンというのが限定的かもしれないんですが、まあでもプリペイドでバーチャルのカードだっていうところにメリットがありそうです。バーチャルカードだし、プリペイドということなので審査がないので、すぐに発行できて、その場でまあインターネットとかのショッピングでビザが使えるシーンでは使えるというのは嬉しいポイントですし、あとまあプリペイドなので先にチャージした分の予算の中でお金を使っていくというのは家計管理においては健全にお金を使うことがやりやすいので、まあ、その点は嬉しいポイントかなと思います。まあ、コード決済という方式にとらわれずにタッチの決済も、まあ、取り組みをしてみようというような流れの一つなのかなというふうな印象がありますね。まあ、LINE Pay の場合はおそらくその家計簿アプリにも結構連携することが多いので、プリペイドタイプでもデータが入ってくるんじゃないかなと思いますので、まあ、ちょっと還元率というところが期待できないので悩ましいところではありますが、まあ、堅実にお金が使いたい、そしてまあ今すぐ決済手段を準備したいという方の一つの選択肢になってきそうです。以上 FP 小話でした。牛すき鍋膳を買ってきました。 LINE Pay には吉野家のクーポンが、特典クーポンがありますが、今月はもう使っちゃったので、まあ、純粋に溜まってたポイントを消化して2人で408円のランチです。いただきます。今日は2人で作った煮込みラーメン。今日は結構順調に野菜が食べられてる気がします。いただきます。もちろんプリンも食べます。今日は男プリン同様リピート版、前回美味しかったので4つも買ってきた長野県の春夏秋冬さんのプリン服、天使のプリン服ですね。プリンと生クリームが牛皮に包まれためっちゃ美味しいプリンです。いただきます。